水野美希のシネマライフ YouTube。 福田君、はい、今回の映画アーガイルでは、うん、主人公の書いた小説が現実になるんです。ほう、私にもね、それをやらせてどういうことですかそれは。今から文章を書くので、はい、福田君はその通りにしてください。で、うまくできたらご飯おごるからそんなこと普段言ったことないじゃないですか。なんか急にご飯おごりたくなった。マジですか。頑張ります。できた。できた。じゃあ、いきますよ。はい、怖い。頑張るぞ。福沢十文は、はい、けん玉を手にすると、ほうほう、一発で大皿に乗せた。おお、ちょっといきますよ。こういうの意外と緊張するんだよ。ほっ、ちょっともう一回、今もう一回、カットですよ。福沢十文はけん玉を手にすると一発で大皿に乗せた。ちょっと待って、ちょっと待って、序盤だから、序盤だよ、まだこれ一発目だよ。福沢十文はけん玉を手にすると一発で大皿に乗せた。ちょっと、お前ちょっと本当にちゃんとしないで、これ先進まないぞ。せーの、はい。ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっと皿ちっちゃくない？皿、もうご飯はおごれないけど、頑張って。ちょっと待って、先進みたいから、ここだけちょっともう、ごまめで。大皿には。あ、ほら、ちっちゃいんだって、大皿。よーし、よし、こっからだ、よし。それが終わると、目の前のペットボトルのジュースを一気飲みし、さらにポップコーンを立て続けに2個空高く放り投げて口でキャッチ。その後、無言で変なおじさんダンスを高速で踊り切ると、こと切れた。よく冷静にそれを読みましたね。いきますよ。はい。おっせ。おっせ。一気に続けますよ。おお、現実になってる。もうご飯はおごらないけど頑張って。あ、編集で、おお、立て続けに2個。おお、あーガッチスマーズ残んねえんな。高速で踊り切る。なんかちょっと待って待って待って、はい、おしまい。いくらなんでも、何しちゃうの。いや、いくらなんでもこの静けさダメダメだったけど、もうこれなんかありの方じゃないもん。まず何、けん玉からダメだったし。いや、でもけん玉もね、うん、一気飲みもすんごい、それちっちゃいペットボトルに。いや、違うんですよ、これベコって言うの頑張って吸っちゃったんですよ。だ、べこってこれが吸われて真空になって、うん、言い訳はいい、結果が大事だ。遅かった、遅かった、はい。ポップコーン食べ終わった後はもう次何やるか忘れちゃってたし。いや、あのね、なんだろう、いや、しんどいけどもうワンティングしたいっすよ。こんなのないわ。これで、これで、あれですよ、これは電波に乗るんですよ。電波に。大丈夫、こういうことのために編集っていうのがあるから。ありますけど、うん、編集ですごいなんか音とかついてるから、こんな、こんな汗まみれになった姿を僕は地元の大阪で流れるんですよ、うん、はい。いやいや、大阪の人たちがね、爆笑する仕上がりに編集でなります、ね、本当に。はい、安心してください。いや、俺も今ビビってるけど、ディレクターもビビってますよ。これできんのかなみたいな。なかなかね、小説のようにはいかないですね、現実は。はい、難しいです。親戚のおばちゃんとか楽しみに見てるのに。神回ができましたね。チャンネル登録、高評価をお願いいたします。やれることは何でもやります、だそうです。また僕だけ。